あみにこんにちは楽天モバイルの電話アプリ楽天リンクを使うと無料で通話ができますしかし無料にならない場合もあります今回は無料電話楽天リンクを使っても通話量が発生する電話番号と私の感想をお伝えします無料電話楽天リンクを使っても通話量が発生する電話番号はこちらの場合です災害ダイヤル171 消費者ホットライン188留守番電話1417発信者番号非通知設定147発信者番号非通知設定解除148テレドーム個数集計用電話番号0180ナビダイヤル0570 05700 0570200 0570550 0570666 0570783 0570943総務省消防庁シャープ7119 厚生労働省子ども医療電話相談事業、シャ #8000、DV 相談ナビ、シャー #8008、日本道路交通情報センター、シャープ #8011、安全運転相談電話、シャープ #8080 80、JAF ロードサービス、シャープ #8139、性犯罪、性暴力被害者のワンストップ支援センター、シャープ #8891、警察相談専用電話、シャープ #9110 です。また この他に OS 標準の電話アプリからの発信ウェブサイト上の電話番号を押して発信着信転送を利用した発信楽天リンクからログアウトして発信このような場合には通話料が発生しますいかがでしたでしょうか楽天リンクを利用しているのに通話料が発生した場合無料対象外の電話番号に発信したか楽天リンクの利用条件に合っていない方法で発信したらダメです 通話量がかかってしまうケースはいろいろありますので、一度チェックしておくといいでしょう。私はあまり楽天リンクを利用していませんが、通話する場合には無料なのは重宝しますね。楽天モバイルの経営は厳しいようですが、このまま無料を継続してほしいです。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。